こんにちは。こんにちは。はい、いつも、リトルプリンス、YouTube をご視聴いただきありがとうございます。西はこっち。はい、今日はですね、ある生徒さんからこんな質問いただきました。はい、あのコーチってストロークの時どれぐらいの力加減、よくグリップワークと言いますけど、グリップをどれぐらいの力で握ってるのか、はい、まあ、テイクバックの時、インパクトの時、フォロースルーの時とかあると思いますけど、どんな感じで握ってるか、ぜひちょっと西田コーチ教えていただきたいんですけども、お願いします。はい、そうですね、気になるところですね。はい、なかなかこう見てて分かるような分からないようなっていうね、ことなのでね、あのこれが多分かなり人によってねちょっと違うと思うんですけど、ちょっと私なりのグリップワークを今日はお伝え、します。はい、で、まず構えた時ですね、ストローク、今日はストローク編です。構えた時はあのほとんど握ってないです。まあ、ちょっとこうあのラケットが落ちちゃわないぐらいで、持ってます。ほとんど力入ってない。で、体のターンをする時は、テイクバック、ここはある程度、まあ、くにゃーってこうならない程度にあの脱力しながら、ね、準備、ぐっと握ってる感じはないです。で、体のターンを入れて、ただある程度全部ぐにゃにゃってなっちゃうと、ね、よくないので、ある程度は、ね、形を保つぐらいは、ね、あの力が多少入ってるっていう、ね、イメージになっていく。で、この時に結構私もね、ちょっと調子悪い時になりがちなんですけど、肩が上がってきちゃうと結構ミスショットになりやすいので、なるべく構えからもね、構えから少し肩をトントンね、少し落としといて、ね、ターンしてあげるというね、形です。で、ここからこうね、あのインパクトに入っていくんですけど、あの私はね、インパクトの時はあの多少は力が入ってるんですけど、あんまり力入れすぎないです。あのインパクトはね、このポンポンってこう釘打つトンカチやって、まあ、準備もそうなんですけど、やっぱある程度形グニャーってならない、こう保つ程度に準備して、当たる時はちょっとくっこう軽く握ると思うんですけど、これ握りすぎるとちょっとおかしくなっちゃう、まあ、それがあのちゃんとこうラケットが落ちないぐらいでちょっとこう軽く握ります。で、打ち終わった後はグッと握りしめていくんじゃなくて、インパクトしたらあとはそこから少し力が、抜けていくようにします。これなぜそうするかというと、あの力が入るとこっち側の、縮む筋肉、まあ、屈筋っていうね、あのよく筋肉って言うとあのこっちのイメージが強いと思うんですけど、あのここから力抜いて筋肉使ってないかというと、そういうわけではなくて、あの力が入ってしまうとこっちの縮む筋肉になってくるので、フォロースルーがしっかり取れない。ちょっとこう、当たった後力を抜くようにする。そうするとこっちの、腕の裏側、ここってね力入れられないですね、自分で。だからこっちは使ってる感覚がないんだけど、ちゃんと力抜いててもあの実は使ってるんですね。伸びる筋肉ね、心筋ね、当たったらちょっと力抜く。これコツは呼吸です。やっぱ打つ時にフンって止めると、あの呼吸をね、呼吸止めると必ず筋肉力むので、あのそうするとフッて止めといて力抜くとかってちょっと無理なので、こうふーっと少しこうね、あの息を長く吐きながら、あの結構あのテニスの選手が何だろうか、ってね、少しこう、ね、声出しながらねやってますけど、なるべく結構長くはーってこうね、あの声もね、あの別に声出しても OK です、ね。まあ、ちょっと恥ずかしい方はふーってこう長く吐きながら、あのやってもらうとグッと力むような動作にならないと思うので、まあ、ちょっと呼吸の方も少しこうね意識しながらやっていくと、グッとこう伸びていくような、腕も伸びるしボールも伸びていく、そういうストロークになってくると思います。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ西田君、ちょっと実際この後打っていただいてよろしいですか。はい、
はい、にしこちゃんありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりすごい今動画見ててですね、やっぱりこうしっかり腕がこう伸びてて、体がすごいしなやかに使えてるなと、見えたんですけども、やっぱり西田コーチいい時ってやっぱ息を吐きながら、はい、ちょっとやっぱり調子崩れたらさっき肩に力入っちゃうっていう話もありましたけど、やっぱりそういう時はやっぱり息を吐いて、何も声出さなくても息を長く吐くことによって、今みたいな西田コーチのようなしなやかなストロークを打てる感じですかね。そうですね、やっぱ私もね、やっぱり大事なポイントとか迎えた時に、はい、やっぱりこう起きに行っちゃうというか、こう、はいはい、大事にっていうことも大事ね、必要ではあるんですけど、はい、大事に行き過ぎて起きに行ってなるという、また余計に入らないっていうことがね、はい、結構ねよくありがちなんで、そうする、そうした時はこう息も吐きながら、でやっぱおすすめはね、やっぱ上級者の方だったら、はい、声も、はい、うーって出しながらやると、はい、やっぱこう気持ちも乗ってくるし、ね、やっぱ重要な局面でもミスしづらいというかね、うん、やっぱり息吐くだけだと、まあ、吐くのも大事なんですよね、どうしてもこう途中でこうなんかできなくなったりするので、はい、上級者の方はハーってちょっとこう声とかもね、はい、出しながらやってもらえるとよりボールも伸びていくし、はい、安定感は高まってくると思います。結構市民大会とかね、県大会もそうですけど、はい、よく声出してね、そうですね、いいボール打ってる方多いですね、やっぱりね、はい、ぜひその辺参考にしていただけるとね、はい、いいと思いますね。はい、では今日は西田コーチありがとうございました。ありがとうございました。